何が学歴コンプレックスをこじらせて見るに耐えないです。こういう人にはどう対処したらよいでしょうか治んないと思います。コンプレックスって基本治らないからコンプレックスなんですよね。学歴コンプレックスの人もいれば、そのなんか死んだ魚を見をしてる性格の悪いデブコンプレックスの人とかいたりとか、そう背が低いとかだったり、手汗がひどいとかだったり、毛深いだったり、まあいろんな自分この部分嫌だよねみたいな部分をコンプレックスだと思っちゃう人って結構いっぱいあるんですけど、 あのぶっちゃけ他人が超どうでもいいと思ってることを結構人は気にするんですけど、まあとはいえ本人にとってはそれは大きな問題みたいなんで、で、そういうのってね、治らないんですよ。要は治ったやつはコンプレックスにならないから。で、治らなかったやつだけが、要はコンプレックスだとバレるぐらいこじらせるんですよ。なので基本治らないと思って、なんかそういうのを一っとしても、そっか、大変だねとか、うん、かわいそうだねって言って、まああの、なあなあで流してればいいんじゃないですかね。 でコンプレックスって何らかしらで成功したり、彼女ができたりとか、人に認められたりすると結構なくなったりするんですよ。例えばその死んだ魚の目をしているデブコンプレックスっていう人も彼女ができると、別にあの、こんな汚い顔でも彼女ができるんだっていうので、あんまりその不細工な顔について気になんなくなるみたいなのがあったりするので、なのでその人に認めてもらうっていうのはあるといいんですけど、親兄弟に認めてもらってもそれってあんまり解消できないので、なので彼女ができるといいんじゃないかなと思います。